城形町にある人気のラーメン店白熊ラーメンに行ってきました何度か挑戦してやっていない時間に行ってしまったことがあったんですがこの日はようやく営業中の時間に行けました口コミで人気のあった味噌納豆と餃子、そしてタンメン注文しましたそして、 お酒が強くない私は運転手で妻にビールを飲んでもらいました豚骨ベースの味噌ラーメンに納豆が入っているというちょっと不思議な感覚でしたがとても美味しかったですタンメンも野菜がたっぷり入っていて美味しかったです怪しい緑色の薬味が置いたって何かと思ったらニンニクベースの薬味だった のですがとても美味しかったです餃子も結構パリッとしていて非常に大きな餃子で6個入りで400円はお得だと思いましたこれまで私が秋田で食べたラーメンの中では一番口にあって美味しかったのでまた行きたいと思っておりますもし八郎方町に来られる方いらっしゃいましたら行ってみてはいかがでしょうか